Hello, Indonesia. 今の国のアリスに出演している山崎賢人です。土屋太鳳です。3つか。3つ。なんだろうな。いやでもさ、この世界に持ってっても使えなくなるものがあるじゃない。その携帯とかはさ、電波が通じないとか。携帯いいかなと思ったのよ。なんかいろんなさ、知能のゲームとかもあるから調べてさ、答えが出せるじゃん。確かに調べられるもんね。そうそうそう、でもないから、携帯の電波がないから、ないから携帯はないかなって思うと、やっぱ本当にリアルに、その本編で出てくるみんなが持ってる持ち物なのかなって俺は思うんだけど、ちなみにそれはちなみに言うとやっぱ地図。ああ、その、あの渋谷の地図とか、あの23区ぐらい、23区、東京23区ぐらいの地図はやっぱ、まあ日本地図も持っててもいいのかな。あ、でもあってもね、ね、どこに飛ばされるか分かんないからね。だって結構いろんな、和歌山端っこの方まで行ってたよね。端っこじゃないか、和歌山撮影で、ロケ地ってこと。ロケ地、そうだね、和歌山行ったりして、だから本当にもしかしたらロケ地の場所に飛ばされる可能性もある。確かに23区外にね、東京以外に飛ばされる可能性もあるから。そう、地図か。地図。じゃあ次は太ちゃんは。あ、私はやっぱ一番大事なのはサバイバルできるスキルがあるかどうかだから、そのスキルを身につけておく。なるほど。物じゃなくてね。あ、物が良かったか。そしたら物、あ、そしたら大きなナイフ。そしたらでも、大きなナイフは大事だよね。絶対必要だね。だってほら、あの食べ物とか、ね、物とか調理したりとか、あと狩りもね、まあ、あ、大きくなくてもいいや、植物切れるぐらいにしとこう。確かに植物切れるぐらいでもいいかなっていうふうに。ナイフ、スキルは、スキルはもう後にスキルは磨いとこう。スキルはもう磨いた上でね、上で。そう、3つアイテムにしよう。2つ目、コンパス。コンパスないと地図あっても分かんなくなっちゃいそうだなと思って。もうこれアグニが持ってるやつなんだけど、そうなんだ。アグニのやつを参考にして俺は今喋ってる。私アグニになってるっていうことですね。今アグニになってる心は。アグニすごいね。アグニすごいよね、やっぱね。私2つ目いっても。2つ目いいっすか。いいっすか。2つ目は靴。だって靴がないとどこも歩けないでしょ。でもそういうことなん、これ。それはどこまで揃ってるかにもよるんだけど。いや本当だよね。だってコンパスと持っていきたい。あ、これ引っ掛け問題かもね。引っ掛け問題。だってコンパスとさ、地図も靴もさ、今の国に行ってから見つけられるじゃん。そう。だからそれがないのかあるのかでも変わるよね。どういうことなんだろうね、これね。まあ自由っていうのか。自由ってことね。全体図。靴、確かに靴ないとね。そう、靴走れるし、そう、安全かなって思います。じゃあ3つ目待って、じゃあ俺靴履かないとじゃない地図とコンパスだけ持って裸なんでしょ、俺今裸で地図とコンパスだけ持ってるってことやばいよね。やばいですね。やばいね。服と靴をあることにしていいですか、俺は。あ、じゃあそしてってなると地図とコンパスと俺は武器だなと思って、銃だとやっぱ弾見つけないとダメだから、で木刀だと折れるかなと思った時に、やっぱ鉄パイプ、鉄パイプを一つ持って戦いたいから。それを凶器にする、あ、まあ、こういうこと、凶器にするってことね。そう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 。あ、なるほど。私でじゃあいきますね。じゃあいろいろ揃っているなら、ビタミンの錠剤をいっぱい持っていく。
ビタミンね、ビタミン。ビタミン、やっぱり栄養が、ね、そう、栄養がなくなっていくから。ゲーム参加する前に普通に体調悪くなっちゃって。そうそうそう。そうね、そしたらビタミン剤飲んでおけば。一番大事かもしれない。それかも。なんとかやっぱり生き延びられる。それはないですもんね、多分今の国にはね。ないだろう。でもドラッグストア行ったらあるかもしれない。そうかな。まあ、ぜひあの今はのこう交配していないビタミン剤を、ぜひ酸化してないビタミン剤を持っていきたい、うん、はい。インドネシアのファンの皆さんへ愛を込めて、今はの国のアリスシーズン2が今まさにネットフリックスで配信中です。この動画を見てくれてありがとうございます。ネットフリックス今はの国のアリスシーズン2、どうぞお見逃しなく。